そうそう、これ、ね、ストレートアームプルオーバー。でも後輩に行きません？来る。あんまりその胸立てて反らしてあかんねんで。ベタね、ベタね、うん、ベタっとする感じ。それでそこの今ここの付け根のこの軸のあたり、ここにグーッと来てるから。そうそう、これここを鍛えることによって、はい、背中、背中もペタペタ。ここを鍛えることによってどうなるんですか？背中、背中もっとつける。背中もっとつける。背中をもう全部シートにつける。そう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 。だからもう肘は何やろうな、5度未満に曲がってるぐらいね。3度。こんなの見たことがない。でもこれ基本やから、フィットネスでも教えるような基本やね、これ。しんどいね、これ。そうそうそう、それで今ここ、この辺鍛えとんねん、この辺を、この辺を。で、こ押し上げるときまたここや、この辺使っとんねん。前鋸筋が来てるよ、これ。前鋸筋がこの筋肉鍛えられてますもん。これ胸に起きてない。はい、それで一回ダンベル後ろ置いていいわ、置いて。で、これ今何をしてるかっていうと、ベンチの方もそこでちょっとシャドウで撮って、そうそう。で、そうそう、その突き放しの時に、そう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 、この押しやね、押しの分で結構この辺使うんよ、この辺が。てか実際にめっちゃ当たりちゃいます、うん、ここつながっとんね、ここが。ああ、これは、うん、で、押す時に一回これでやってみて。そう、前側だけじゃなくて連動される取ってんすか、うん、側面からも絞り、力が絞り出してくるような感じやね。安定感も出るし、そこががっちり厚みが出ると。そう、そこのグッと、これ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 、その押しができるわけ。素晴らしい、うん、マッスル式ということで、マッスル式の理論。共にセットやろ、やってみようか、うん、俺に任せろ。そう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 、そう。君らは特に胸からの突き放しの瞬発が非常に鈍い2人やからここは鍛えとかなあかん。だから背筋も強いし肩も強いんやけども、そこを連結してるジョイントの部分が弱いね。で、俺の場合はどっちかって野球とかやってたから、投げるっていうその体からまたこうスナップかけて体しなって肩回すっていうのはできてるから。あと水泳の人とかなんかもともとできるわ、多分ね。これだよ、これ。そうそうそう、野球出身とか水泳出身の人は知らずとできるんやけども、一般の人たちは案外そこの力が出てこない。小学校水泳やってたっすよ。やってた。水泳不足。その程度じゃダメ。そうやった。そう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 、これは抜けますね、これ、うん、おお。まあまあ、そうなってくるとまあ重さ上がってないからってことになるよね、うん、これ結構重いよね、これ。そう、それぐらいのアーチでね、ブリッジは崩して、そしたら純粋に来ますからね、そこにね。そう、反ると楽やから。あ、はい、ベンチ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 。そう、ベタネの状態でやってる感じね。そうで、どんな感じっていう話ですね。いつもこの胸がの突き放しが鈍い吉田コーチがどうなってくるかっていう。おお、力がクッと入るわけや、安定感が出てくる。来ます、これっていう感じね。はい、じゃあ皆さん実践してみてくださいという話で、はい。